14番、坪井達也さん、シスメックス。2番滑走です。去年の世界ジュニアメダリスト坪井達也、安定感を見せてきた4回転サルコーが乱れてショート11位。このフリーでは初めて2本序盤に組み込んでいます。自信を深めてきたシニアデビューシーズンです。4回転サルコートリプルトーループ、素晴らしい。出来栄え3点を超えています。4回転サルコの予定が途中で開いてしまいましたね。トリプルアクセル、シングルオイラー、ダブルサルコの3連続。フライングシットスピン。一歩一歩、その滑りが美しい坪井達也。ステップシークエンス、トリプルループ。しっかりと回転を止めて開いて降りてきました。いいジャンプです。ジャンプはあと3つ。トリプルアクセル、トリプルフリップ、最後にコンビネーション、トリプルルッツ、ダブルトール、これも入った。足換えのコンビネーションスピン。フラインからの足換えコンビネーションスピン。第3グループから巻き返しを誓ったフリー、初めての2本の4回転、手にした自信は確かな力に変わっています。坪井達也です。4回転サルコー2本構成に入れて全日本選手権挑みました坪井達也。 146.33。
フリー 146.33、 トータルは 221.17。 トップ三浦佳生は変わりません。2位に坪井達也、怪我も乗り越えてきた成長のシーズンです。